三色道順とは、麻雀における役の一つ。一万個、作詞、トンズそれぞれの色で同じ並びの順庫を作った時に、成立する。門前では二個星、袋した場合は食い下がりして一個星となる。略して三色と呼ぶ。平和や単夜をと複合しやすいため極めて柔軟性に、富、高得点にもつなげやすいことから、麻雀の攻防の中心になる役であるとされていて。 一気通貫や根全体久と並んで、リーチマージャンの花形と言われている。三色がうまく作れるかどうかで、マージャンの腕がわかるとも言われてきた。しかし近年では、打点よりも速度を重視する傾向が強まっており、狙わないと作りにくい三色は、昔ほど重要視される役ではなくなってきているのも事実である。出現頻度に関しては二反役の中では、 比較的高く、コナミのマージャン格闘クラブが2003年10月に集計したデータでは、一気通貫の約2倍程度、面前三色頭順は、面前根全体級の11倍強、という出現頻度になっている。袋しても良いため、表ドラや赤ドラの保有枚数を見て、泣きを入れ、食いンと合わせて、単野を三色ドラ1赤1で、早い漫画王を狙ったりすることもできるほか、 相手の大物で受けるために泣いて、かわしてとして三色同順を上がるといった局面も見られる。なお、三色の子を含む役には他に三色同国があるが、こちらは三色同順に比べるとはるかに出現頻度が低い。そのため、単に三色と呼ぶ場合は、多くの場合三色同順の方を指す。一気通貫と同様、頑張り待ちや変張り待ちになりやすく、 両面待ちにすると役が確定しないのが欠点である。平和との複合が最も多いが、稀に面前で一平行と複合することもあるのも、一気通貫と共通である。定義上混一色、正一色といったソメデとは、複合せず、一気通貫とは複合しない単野王やチャン太と、複合しやすいのは、一気通貫と対照的である。三色同順には並びごとに、以下の俗称があり、 解説など口頭での説明が必要な場面で用いられる。出来合いだが3色のみのパイス型出来合いの単品3色高目と、安めでできる役が違うパイス型出来合いの順ちゃん3色袋下したケース234の3色と、一気通貫の両天瓶。ありがとうございます。